おー、どうでしょうね、今回。お、またいてついた心きた。お、星5の5、いてついた心。嬉しいですね。これは、これはって感じですね。おー、来ましたね、星5。さっきね、星5の2のやつはね、来たんですけど、まさか星5の5来ると思わなかったです。ひゃー、嬉しい。感激ですね。いやー、これは嬉しいですね。はい、どうも、哲学徒です。なんかね、雑談動画を撮っていたら、いてついた心の星5のね、5が出ました。いやー、なんかむちゃくちゃ嬉しいんですけど、能力値の方を見ると、まあ、今ね、他の、星5の2のね、石をちょっと食べさせて、一応ランク2まではなんとか上げられたんですけど、まあ、共鳴が1ランクごとに100ずつ上昇していって、ダメージを受けると6秒にわたっていてつく障壁が発動し、攻撃者に霊気効果を与えつつ、基礎ダメージの 180% プラス1485を吸収すると。いてつく障壁は20秒に1回しか発動しないということでですね、一応ですね、いてついた心もう一つ持っていて、まあ、こちらはね、星5の2なんですけど、その一つ前の周回でね、ゲットできたんで、まあ、これをね、種石にしてランク3までは上げられるかなと思うので、まあ、ランク3まではね、頑張って、育てて、その先はどうするか、今のところ未定ですが、まあ、とりあえずね、まあ、なんとか、新しいレジェンダリージェム、いてついた心の星5の5、ゲットできたので、またね、使っていこうかなと思います。ちょっとね、チャレンジリフト、チャレンジリフトじゃないわ。エルダーリフトの方一回ね、回して、どんな感じかお見せしたいと思います。はい、そしたらエルダーリフトの方一回回してみようかなと思います。いやー、まさかね、星5の5、本当にドロップするとは思わなかったんで、まあ、私にとっては初の星5の5ですね。なので、まあ、ドロップテーブルを、いてついた心の方に変えられる期間とはいえね、まさか、本当に引けるとは思わなかったんで、嬉しい限りですね。まあ、自分へのご褒美的な感じでね、まあ、使っていこうかなとは思うんですが、どんな感じかな。まあ、共鳴的にも、まあ、私あんまりその美課金税なんで、課金してない状態なので、そんなには育てられないと思うんですけど、まあ、星4ぐらいまではね、なんとか、残りの宝石とかのね、資産を使って育てられるかなとは思いますが、さあ、じゃあやっていきましょうかね。まあ、ネクロなんでちょっと実際の効果とかはね、見づらいかもしれないけど、まあ、単純に共鳴値が上がってるんで、火力は上がってる気がしますね。いやちょっとまあ、ソレイの効果とかも、コモの効果とかも発動しちゃってるんで、ちょっとね、分かりづらいかなとは思いますが、雰囲気が伝わればいいかなという。いやあ、基礎ダメージはまあむっちゃ上がってますね。いやあ、でも星5の石を
ランク10まで上げるとなるとかなり資金がかかるので、まあ4あたりが私にとっては現実的な感じかなと思うんですが、ちょっと頑張って育てようかなと思ってます。いやーでも嬉しいですね。今回おそらくなんですけど、無料のレジェンダリー紋石ですねが50個、使ったタイミングの、星5カウンターで多分引いた星5が星5の5になったって感じですかね。なのでまあ無課金でも週1個ずつ貯まる分と、あとイベントでの報酬とかもあるんで、まあ、そういったものと、あと、まあ、強化バトルパス5シーズン分の紋石ですね。で、引けたので、結構ね、私的には感動しましたね。あんまりエリート狙いで進んでないので時間が逆にかかってる感じはしますけど、いやー、まあちょっとね、イモータルも動画や配信の方ね、まあちょっと一段落してたところではあったので、まあ、また気持ちを新たに、まあプレイしていこうかなっていう感じですね。まあバーバリエン暗影の転職、まあ今までまあ5つのクラスやってきたんですけど、まあババの転職をいつのタイミングにしようかなっていうのを結構ね考えてたんで、まあ、今回のこの宝石とかは結構近接系のビルドとかにはなんか刺さりそうな感じなんで、ちょっとねババでまた使ってみた感じのね動画とかもまたご紹介できたらいいかなと思ってます。いやー、いつも配信を応援してくださる皆さんのおかげで、まあ普段クソドロップ運が悪いことで有名な私のところにもやっと神ドロップが来てくれたという感じですね。いや本当に応援してくださってる皆さんありがとうございます。まあということで、また哲学とはディアブロイモータルの沼に、使っていく日々が続きそうですので、まあ、ちょっとモチベアップにはなったかなと思いますので、またね、いろんな動画でお会いできるのを楽しみにしてます。はい、じゃあ今回はね、いてついた心、星5の、5が出たので、ちょっとね、ご紹介してみました。今ね、期間限定で、まあ、ドロップテーブルの方ね、いてついた、心が出やすい、モードにできますので、まあ、ぜひね、いてついた心、入手目指してやってみてほしいなと思います。またね、しばらく使ってみての感想とかもね、動画にしたいと思いますので、ぜひ、高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学とでした。